はい、最後になりましたけどね、ナスですね、これもね大変よく生えました。去年の種なんですけどね、結構優秀ですね。まあ、これはどうしようかな、今から鉢上げしてものになるのかなまあとりあえず余裕があったらね鉢上げして苗に仕立ててみたいと思います。まあそれよりもね、油中のキャベツとかブロッコリーをね鉢上げしなくてはいけないんで、そちらの方がね優先になると思うんですけどね。はい、これから、そちらの方も考えていきたいと思います。よく生えてるよね。これ鉢上げしたらいい苗になるかなと思います。ただこれからね寒さに向かっていきますんでね、これが生育して成り出す頃にどうなってるかだよね。もう成り始まった途端にねもう外気温下がってきちゃって終わっちゃうなんてことも泣きにしもあらずなんでね、はい。まあ、ちょっとこれは生育の状況を見てどうするか考えたいと思います。はい、そういうことでね、土寄せ作業ですね、秋冬野菜の土寄せ作業はこれで終了になります。お付き合いありがとうございました。